ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の先の内田です。本日は気づかしい海みたいになってきました。今日ご紹介するのはライブハウス施工の 2LDK の賃貸アパートです。それでは早速お部屋の方をご紹介させていただきます。まず最初にご紹介するのがおよそ 11.5 畳の LDK となっております。こちらはですね、非常に大きな窓に面していますので明るいリビングのスペースとなっております。そしてこの LDK から奥にこのように行くとこのように洋室がつながっております。こちらの洋室はですね、本当にLDK とつなげて使っていただいてもいいですし、もちろん間仕切りついてますのでプライベートの部屋として使うこともできます。そしてこちらの洋室の方にはこのように大きな収納がついてます。あとダーも結構分かれているので何でも入れていただけるそんな収納となっております。そして先ほどの LDK のスペースもそうなんですが、こちらの洋室からですね、このように大きな専用庭に出ることができます。かなり広いですので、お子様の遊ぶスペースにもぴったりです。それではキッチンを、ご紹介させていただきます。キッチンは人気の、カウンターキッチンとなっております。こちらですね、上下にしっかりと収納もございますし、レンジフードももちろんついてます。あとコンロ置くスペースもしっかりとございます。あとキッチンのこの後ろのスペースであったり非常に横のスペースなども広く取ってますので、こちらですね、冷蔵庫を置いていただくスペースなんですけど広く取ってますので非常に使い勝手のいいキッチンです。そしてこちらはですね、このようにモニター付きのインターホンが付いてますのでセキュリティ面も安心です。それではもう一つの洋室をご紹介させていただきます。こちらおよそ 8.5 畳のちょっと広めの洋室となっております。お部屋の広さもそうなんですけど収納もたっぷりあるのでご紹介させていただきます。まず一つ目がですね、こちら、このようにクローゼットが付いております。高さ十分ありますのでコートなども十分かけていただきます。そして奥の扉を開けるとこちらですね、かなり広いウォークインクローゼットとなっております。こちらですね、まあ突っ張り棒なんかつけていただければ服もかけていただけますし、まあ、レジャー用品などものを置いていただくこともできます。でさらにこの洋室を出たところですねにもこのように、収納がございます。で最後は、水回りのご紹介させていただきます。まず洗面所ですね、洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。収納の方も左右にしっかりとございます。洗濯機はもちろん室内に置けます。そしてこちらですね、お風呂がかなり広いお風呂となっております。浴室乾燥とかですね、結構珍しい、浴室の窓ですねついてますので設備充実のお風呂となっております。はい、それではお部屋のご紹介の方は終了させていただきます。詳しい条件等は奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきのホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日はリビングタウン学研都市のご紹介でした。また見てね。